こんにち聞くを楽に変える、慶長教育課の岩松正文です。今回のテーマは、慶長の定義を変えてみるというお話をしたいと思います。慶長の定義を変えてみるというのは、そもそも何でそんなことを考える必要があるかといいますと、経営長ってやっぱりイメージとして、話を聞いてあげましょう、聞いてあげるっていうね、こういうイメージが非常に強いわけです。で当然、やってることも聞いてるわけですから、そういうふうに思うのは当然だと思うんですね。ところがですね、 聞いてあげよう、聞いてあげようと思いすぎると、それによって、よからぬ何かが生まれてきてしまってですね、ちゃんと聞けなくなってしまうということがあるわけですね。だからあまり頭でっかちに聞いてあげようと思いすぎてもいけないということで、継、え、承、ー、の定義を変えてみた方が楽になるんじゃないですかというご提案のために、今回この動画を撮っております。このようにこのチャンネルの中では、継承ですとか、キャリアコンサルタントの深い話をしていきますので、よろしかったらチャンネル登録をしてみてください。 はい、それからね、話を聞くだけではわからないという方のために、傾聴の体験会、傾聴サポーターの体験会というのを毎月開催しております。Zoom での開催になりますけども、ね、まあ、それは直接私とやり取りできますので、よろしかったらね、リンクを概要欄に貼っておきますので、そちらもよろしかったら見てみてください。はい、それでは、ですね、傾聴の定義をなぜ変えるか。一つはこ聞いてあげると思いすぎると、ちゃんと聞けなくなるからだよと。 あとね、聞いてあげることなんだと思ってるとね、どうしてもそこ、ある壁がありまして、そこを越えていけないんですね。分かり合うにならないんですよ。分かり合うところまで。私がしてあげる。サービスみたいになっちゃうんですけども、傾聴ってそういうものじゃないんですよね。ある心理学のテキストの中に、傾、え、聴、ー、とは何か。傾、ま、聴、あ、とはというか、来談者中心療法とは何かという説明で、こういうふうに書いてありましたと。来、ね、談者中心療法。傾聴と一応呼びますけども、傾聴とは。 相手と共に理解していくことなんだって。相手と共に理解していくこと。これが傾聴の私はね一番ぴったりな表現なんじゃないかなっていうふうに思ってます。聞いてあげること吐き出させること全く違いますね。えー、あげるっていうその感覚そのものが私はちょっと違う感じがしてて相手と一緒に理解していく。えー、そのためにはですねこちらが正確に聞き取ってバシッと言い当ててくんじゃなくて。 自分が受け止めたことの確認をとってやり取りをしながらもちろん時には間違えたり勘違いをしたりしながらそれをお互いに分かり合っていくそして共有できる部分を増やしていくこれが傾聴の本質なんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですね、はい、ですので傾聴をね聞いてあげると思ってる方は、えー、なかなかねふ深まらないなと 傾聴力が上がらないなと思ったら、傾聴の定義を一回変えてみてください。こんな風にするといいと思いますね。聞いてあげるから、確認を取る。ね。相手に確認を取る。何を確認を取るかというと、自分自身が受け止めたものが、あなたが感じているものと同じか、あるいは近いかという風うに、自分の感覚の受け止めた内容の確認を相手に取っていくと。 いうことですですのでよくカール・ロジャースね、慶長のカール・ロジャースの、まあ、昔動画がね、グロリアと3人のセラピストって動画があったりして、それを見てたりね、あと、ロジャースの最初のこの本ですね、本なんか見てますと、とにかくね、オウム返ししてればいいんだみたいに捉えられてしまっていますと。で、ロジャース自身もそういう表現使ってたので、誤解を招くところはもちろんあると思うんだけども、よくよくね、ロジャース自身も言いたいことをもう一回整理し直すと、 私はそういうことを言いたいんじゃないと。私はこう自分の受け止めの確認をしたいということで、繰り返すんじゃなくてですね、繰り返すんじゃなくて、伝え返すんだって。伝え返すんだって。これをやりたかったんだっていうことなんですね。 ですので私の傾斜の講座の中では繰り返しというスキルと伝え返しというスキルは一応別のものとして取り扱ってます。それはちょっと訳があるんですけども。だけどロジャース自身が言いたかったことは伝え返して確認を取ろうと。そしてその感覚的に相手が感じているものと近いかということを共有部分を増やしていきたいって。こういう意思でやってたわけですね。ですのでね、えー、と私が言いたいのは何かと言いますと。 傾聴するというのは傾聴そのものが確認を取ることなんだ当てるんじゃないと上,上手に聞いてあげるんでもないし言い当てることでもないと手相をねきれいにまとめることでもないと相手に常に相づちをしようが繰り返しをしようが、まあ、要約しようが伝え返ししようが質問しようがそれは全ては相手の受け止めが こう相,手の相手に受け止めを確認していることなんだとですからね返してあげてるんじゃないんです返すことによって相手の反応を見るって言ったらいいんですか相づち一つ取っても相手の反応を見ようと思ってるだけなんですよはい綺麗に返せました私上手でしょうじゃなくて「えー、あそういうことなんだね」って言った時に 相手がどういう表情とか態度を取るか、態度取るどういういことを次に言ってくるかっていう確認を取るためにこちらがいろいろな形状のスキルでアクションを取ってるのであって、えー、私がね、えー、上手に聞いてますというためにやってるんじゃないと繰り返しもそうですね上手に繰り返すんじゃなくて繰り返しをすることにより相手にどんな反応が生まれるのかそれは私が、ねえー、繰り返すわけだから受け止めてることが相手の感覚にちゃんと伝わってるのかどうかを吟味してもらう。 それを確認を取ってもらうために、ただただスキルは使ってるだけのものだ。これ感覚なんですよね。ですから、事柄の確認もね、キャリアコンサルタントなんかだと聞きましょうとかやるけど、これはそんなに聞かなくてもいいですよ。あとね、これ聞いていいっていうと、こればっかり聞く人出てきますからね。そうじゃなくて、感覚の確認をするとこちらが受け止めた感覚。あなたはこう感じてるんですかじゃないんですよ。私が、 あなたがこのように感じているというふうに受け取ったんですが私が受け取っているこの感覚はあなたが感じてらっしゃる感覚に近いでしょうかね？これを共感的な理解というわけですよね、あなたはこう感じているんですが言葉尻から表面的なものから相手が言ったことをこういうふうにただ単に繰り返していくんじゃなくてあなたが言ったことをまず私はこのように受け止めました であなたがこのように感じているというふうに私は受け止めているのですが今のところその感覚はあなたが持ってらっしゃる感覚に近いでしょうかってこれをやりたいだけなんですよねてかこれを永遠に続けるわけですずっと続けるわけですこれが傾聴の私は一番本質に近い部分だと思うんですね分かり合っていくってで当然確認を取ってるだけですから「いいえ違います」と言われたとしてもそれは OK なわけですよむしろ素晴らしいことですね 多くのカウンセラーや聞き手の人は違いますって言われるとなんかドキドキしちゃってねいけなかった失敗したって思うんですよいや失敗も何もないですって確認取ってるだけなのでイエスと言ってもらえるのも OK え違うと言っ,てもら言ってもらえたら何が違うかをまたやり取りして共有すればいいのでそれもまた OK って形で軽調に失敗なんてないです、えー、関わり続けてればですね 関わり続けてればってなぜ今強調したかって言ったら受動的にただふんふんははやってるだけだったらこれは関わってないんですよ。私上手に聞いてるでしょ私親切な人でしょってそれをアピールしてるだけで聞いてることにならないですね。ですからねアンコンディショナルポジティブリガードと無条件の積極的関心ですね。無条件の肯定的配慮じゃないです。積極的関心だっていう言葉を私は ロジャースののの言った需要の、ね、意味として採用すするのはそこですね積極的に関わっていってそこから生まれてきたものというのは相手が、ね、私が受け止めることはそうですよ確かにそうですよというふうに、えー、認めてもらおうがいやそれは私はそういうことを言いたいんじゃないなと何なのかなと考えて感じてもらってね考えてもらって私こういうことを言いたいのかなってじゃあ私が捉えたこととあなたが今おっしゃったことはちょっと違いますねって分かり合ってくっていうのが 傾聴のね本質なんじゃないかなって思ってるんですよねですからね傾聴そのものを聞いてあげるというふうに固定してしまうとその先が見えなくなってしまいますで、それで傾聴諦めてしまうじゃちょっともったいないのでねぜひですね傾聴はただ単に常にです常に、えー、始まりから終わりまであいづちしようが何しようが全部は相手の反応の確認受け止めの確認をしているだけなんだっていうこともここでちょっと知っておいていただきたいなと思います じゃあその確認を取るっていうね一番代表的なスキルが何かっていうとそれが実はこの伝え返しですね、はい、ですから傾聴、まあの基本的なスキルもう入り口の入り口はやっぱりね相づち相手に近づいていくために感情に近づいていくために共感をしながらペーシングですね相手ののと自分のペースを作っていくためにまずはこちらからペーシングして相づちで関わっていくるこれとても大事なんですけども。 いろんなスキルを通してって結局長時間傾聴をずっと学んでいく中で何を練習しているかっては大体この伝え返しですよね。受け止めましたその受け止めの確認をしますってこれを永遠に繰り返すスキルをずっとやっていくと傾聴力っていうのは高まっていきますね。そのの時に事実関係の 確認ばっかりしてても全然何も起こらないんですけども、受け止めた感覚と感覚、感覚と感覚のやり取りっていうのを練習をしていくと、傾聴力ではだん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 上がっていくんじゃないかなと思いますのでね、えぜひですね、傾聴でちょっと飲み飲み悩んでるとか、あちょっとね、傾聴ってただ聞くなだけなんじゃないかななんて思ってる方いたらですね、いやこれ確認取りながらお互い分かり合っていくことなんだよということをね知っていただくとね、傾聴の世界がどんどん広がっていって、聞くことの良さ、 ね、本当に分かり合えていく良さっていうのが実感できるようになると思いますので、よろしかったらやってみてください。ということで、今回の動画が参考になったよという方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。